You're listening to Shibuya Cross FM. まどかと渋谷でランデブー。はーい、こんばんは。今日も始まりましたよ。始まりの音楽の時に音に合わせてこれやるのよかったですか？いいですね。で、なんかうよってなんか笑ってましたよね。なんかそれいいねってでかい声出そうになってあそこね、やっぱタイトルコール言うまで黙るっていうルールあるんで。そうですよ、ちょっと声出しちゃったんで。そしたらなんかうよってなんかね、なんか声入ってきたからどうした？俺もやりてえと思って、うん、やりましょう。じゃあ次回からね、来月からね。たまたまですね。たまたま？本当たまたまです。あ、なるほど。何も考えてなかったですよ。昨日から考えたわけじゃない。何も考えてなかったです。すごい、素晴らしいですね。ねえ、アドリブでございますよ。もうね、すごいひどいですもんね。鼻声が二人して。もうそうです。だからしんのすけさん全然花粉大丈夫な人ですもんね。はい、僕花粉大丈夫です。はい、羨ましい。ありがとうございます。もう、はい、あの風邪みたいな症状になるんですよ。花粉。で、はいはい、楽屋でも咳してたしね。そう、鼻詰まるし咳もねなんか出るし。風邪は引いてないですね。風邪は引いてないです。熱は一切出てないです。はい、鼻水が出るだけ。そう、鼻と目のかゆみと、うん、あとなんか鼻をすすりすぎて咳出るんですよ。うん、同じ症状ですか、二人とも。そう、似た感じです。で、喉イガイガしてみたいな。症状も似てるし、洋服も似てるしね。洋服も似てるし、そうなんですよ。全然合わせてないのに。合わせてないで、これ二人ともたまたまこれってないですよ、なかなか。だからこう、拾ってもらうのに、あの、車乗って、あれしたらパッて見たらこれ着てるんで。私、しかも今日直前に着替えて出てきたんですよ。やっぱりちょっと違うのにしようと思って、こっちにしたら、もうドンカブリでぴったり、すごいですね。白い T シャツとかね、白いワイシャツとかで被るなら分かるんですけど、うんうん、これで被るっていうのがなんか、ね、雰囲気がね、雰囲気がそう、ね、ボタンのね、あの詳細も似てるんですよ。あの金みたいな、そう、金縁のパールのね、パールの周りがキラキラしてるやつね。そうそうそう、それもね、被ってるんですよね。すごいっすね、面白いです。気合いますね、なんかね。ね、なんか、ね、結構意外と家族ってそういうのあるなと思って。急にみんな水玉着てるとか。そう、あの玄関、そう、玄関集合してあれしたら、みんな母も私もヒカルもおばあちゃんもなんかみんな水玉持ってるみたいな。恥ずかしいじゃん。すごい恥ずかしい。恥ずかしいですよね、そこ出たら。そう、今日水玉で行こうってあの家族思ったんだろうなって、うん、そう結構、あとたまに父のコンサートとか舞台見に行くじゃないですか、はいはいはい、で、新しい衣装でこう出てきたりとかして、はい、で、今なんか濃いグリーンにお父さんハマってるなみたいな、そういう時って私も同じく濃いグリーンにハマってるとか、ピンクにハマってる時私もピンクにハマってるとか、なんかたまにあるんですよ。本当ね、お二人だったらまあ女性であり年齢層も近いっていうのもあるんですけど、うんうん、コロッケさんと一緒ってもう全然違うんですからね。ガナってなんか、うん、唇のマークあるじゃないですか。あ、なかなか被らないですよね、唇のマークね。なんかお父もそんな柄の着てて、姉さんも着てたことあったっしょ。唇のマーク2人とも唇のなんか黒地にキスマークの、赤いキスマークがこうバーっとついてる黒地のなんかアロハシャツみたいなお父さん持ってて、で、私は違うこう肩出しのカットソーかなんか持ってて、全然あのブランドは違うんですよ、はいはい、でもなんか被ってる。でも合わせてないですよ。合わせてない、合わせてない。唇のあのね、うん、キスマークって絶対ほぼな確率でなんか偶然なることないじゃないですか。確かにね、あんまりね、すごい個性的ですもんね。そうだからね、面白いもんだなと思って、うん、そういう部分でね、本当ですね、不思議ですよ、うん、不思議ですわ。家族あるあるですかね。うん、他の家族に当てはまるかわかんないですよね。で、滝川家あるあるです。滝川家あるある、はい、ね、ちょっとあるある、あ、家族あるある、今度なんか ね、 いいですね、集めてみるのもいいですね。友達あるあるとかね、はい、ね、ご紹介していきたいと思います。はい、はい、では本日もまどかと渋谷でランデブーは毎週月曜日18時から渋谷シダックスビル1階サテライトスタジオより生放送でお送りしております。はい、はい、ではね、本日3月11日、もうあの東日本大震災のね、はい、時から13年、もうそんなにね経ってしまったんだなって。でもまだあの福島の方でも入れない地域とかもやっぱあったりとかして、復興もねまだ行き届いてないところもあるので、もうね、であと能登半島の地震もねあったりしましたし、あと最近結構
この関東地方でも結構地震がね頻発してるので、数日前もありましたよね。ありましたありました、朝方かな、うん、そうだからね、なんか皆さんこう前もってねこう気をつけれることとか準備できることはねしておいた方がいいなっていうのも思いますし、はい、でね、そしてあれですよ、はい、この渋谷クロス FM の、はい、江崎社長がですね、はい、実はこの3月11日の防災意識を育てる日というのを制定されたんですよ。そうなんですよ、社長、社長社長出てきてくれました社長そうなんですよ。で防災士であり、ね、このクロス FM の局長でもあり、でラジオでもねその防災の、うん、あの番組も持ってらっしゃいますし、はい、本日もね15時から、はいはい、そのね地震についてのいろいろこう震災で得た教訓をねこうつないでいくっていうね番組もやられております、はいはい、だからね私たちもやっぱねこういろいろ気をつけながら、ね、そうですね、そうで少しでもね何か力になれることができたらいいなと思って、ね、うん、10円ね寄付できますから、ヤフー検索で、ヤフーとあと LINE、 LINE でも、LINE で、ね、はいはい、あチーバ君やパナソニックもツイートしてるそうなので、ぜひ X で皆さんチェックしてみてください、はい、今ねこうだいぶそういうこう SNS でそういう情報もね、うん、こうなんだろうな簡単に見れるようになってるので、うん、皆さんいろいろこう予防と準備をして、はい、気をつけていただければと思います、はいはい、ではね、はい、じゃあ、本日の誕生日カクテルご紹介していきます、はい、今日は3月11日の誕生日カクテルはゴールデンフィズ、うん、聞いたことない、あ聞いたことないですか、なんかフィズって結構聞いたことない、フィズは聞いたことありますね、だからゴールデンだからゴールデンなのか、フィズってどういう、フィズってどういう意味だろうな、どういう意味、ピーチフィズとかね聞いたことありますね、よくありますよね、ピーチフィズは聞いたことありますね、うん、でもシェイクしてるあれなのでちょっとあのなんだろうなふわっとしたな、なんていうの、あ出てこない、なシェイクっぽい感じ、フローズンっぽい感じなのかなっていう、でベースはジンのお酒ですね、はい、はい、ドライジン、レモンジュース、シュガーシロップで卵黄を入れるそうです、だからふわふわっとしてるんですね、でソーダ、そう卵黄を使用することでコクを出したカクテルで疲労回復にも役立つそうです、卵黄、はい、入ってますからね、ね確かに、ね、なんかよくあのなんだっけ、おしゃれなロッキーみたいな、あそうそうそうあとほら美女と野獣のさガストンも卵を丸飲みするじゃないですか、そういうシーンあるんですよ酒場で、そうそうそう、へそう日本おしゃれバージョンだ、そう日本古来からある卵酒のような感覚で海外では、飲まれて、海外でも飲まれているためだそうですね、へえそうなん、じゃ健康的なお酒みたいな感じなんだ ね、 ねそういうことですね、風邪ひいた時にはゴールデンフィズみたいなね、うん、いいかもしれない ね、 ね名前的にはゴールデンフィズってそんな感じしないですけど ね、うん、ねなんかちょっとね、まあ確かに卵だから卵黄だからゴールデン、だからゴールデン、うん、ゴールデン、そう、そしてカクテル言葉は安らかな日々だそうですね、はい、安らかな日々、ね、もう安らかでありたいですね、やっぱりね、卵酒みたいなね体にいいみたいなイメージだから、うん、やっぱ安らかな日々なんですね、うんうんうんね、ね、そして今日はですね、はい、先ほどに続いて、はい、コラムの日、コラム、コラム、はい、コラムとか読みます、読んでないよね、コラムって、うん、あでもあのネットニュースとかだとコラムっていうコーナーありますよね、 ありますね、確かにあるかもしれない、なんかねもうちょっと前だと SNS とかが出る前は雑誌とかでね、うん、コラムちょっと読んだりとか、ね、音楽雑誌のちょっと後ろの方に、うん、その雑誌編集長さんがちょっとこうコラム書いてるのがちょっと楽しかったりとか、うん、なんかそういうのねありますよね、うん、そうそうそう、はい、コラムの日、1751年の3月11日イギリスの新聞ロンドンアドバイザーリテラリーガゼット、うん、噛まなかった、いや素晴らしい、はい、が、世界初のコラムの連載を始めました、それを記念して 3が1日ってなんかちょっと分かんないですけど3と1がつく日がコラムの日ってことなのかな、うん、ね、なんか抜けてますね、3月11日ってことなのかな、はい、ね、コラム、コラム書けるようになったらなんかかっこいいですね、コラムって何なんですか、意見ですか、意見というかなんかこう自分なりのなんかこう考察とかあとなんかこう世の中に対してのみたいな
なんか意見というかコラムって難しいですね。そうでも意見まで言うと強くなっちゃうから、はい、もうちょっとふわっとしたそうなんか私はこう思うけどあなたはどう思いますかみたいななんかこうちょっと投げかけなのかなみたいな問いかけなのかなとかね、ね、あとはなんか考え方普通にこう日常のねことでちょっとした疑問に思ったことをちょっと書いてたりとかね、うん、しますよね。そうそうそうね、日記のもうちょっとなんだろう問いかけバージョンみたいな感じなのかな。うん、うん、はい。そしてあとはパンダの日、パンダ、パンダの日、今日パンダの日です。パンダの日、そう、1869年、明治2年の3月11日に中国四川省の民家で伝道中のフランス人神父アルマン・ダビドが、アルマン・ダビドですね、うん、が白と黒の奇妙な熊の毛皮を見せられたそうなんですね、うん、でこれが西洋でパンダが知られるきっかけとなったらしいですよ。そうで、ダビドはジャイアントパンダのレプリカ標本をパリの自然歴史博物館に送り、その1年後の1870年に研究を進めたミレー・エドワードが、アイル・ロボタ・メラノレウカという学名をつけた。難しい、これは片言になりますね、さすがにね。これはそう、アイル・ロポダ、うん、アイル・ロポダ・メラノレウカ、うん難しい一番早口言葉は難しい。もう何でもいいしってなっちゃうよ ねこれで学名のそのアイルロポダっていうのが古代ギリシャ語で、うん、はい、猫プラス足の合成語だったそうです。ギリシャ語で猫と足の合成語、うん、そうで、メラノレウカは同じくギリシャ語で黒白のといった意味があるそうです。そうだからこんなに難しい、アイルロポダメラノレウカ、難しいですね。そういうね、難しいこと。今日パンダの日だから白黒にしたんですか？ああ、いや関係ない。いや、そういえば全然、ね、あーって言ってましたからね。そうだ、うん、あ、全然意識してなかった。パンダみたい、2人とも。パンダだ見たらパンダだ、本物のパンダになっちゃいます。なんでよ、本物のパンダ。ちょっと成長したパンダ、これぐらいの大きさですよ。あのすごいね、成長したらもうちょっと大きいですけど、うんうん、すごい成長したらね、クマだからね。そうですね、うん、子供から大人の中間あたりこれぐらいですよ、うん、ねえ、そうだ、パンダカラーですね。パンダですね。じゃあそんなパンダカラーなのも分かったところで、はい、本日の1曲目聴いていただきます。まどかでバロック聴いてください。どうぞ。まどかでバロック聴いていただきました。はい、ではちょっと久しぶりですね、はい、フェイバリットムービーコーナー参りたいと思います。バンドの感じです。それギターですか？
ドラム、ドラム、そうですね、うん、ちょっと私突っ込まなきゃなと思ってどういうバンドですか、あの無言で2人とも始めるから、そうそうそう、始めるからギタードラム突っ込みのバンドないです、うん、そうそうボーカルとかじゃないです、突っ込みです、突っ込みいるっていうのは突っ込みです、そうメンバー紹介みたいなね、突っ込みまどかですみたいなね、はい、じゃあね、映画ご紹介していきましょう、はい、はい、じゃあヒカルさんの方から、はい、私はですね、はい、アマプラで見ました、はい、でも他のサイトでも見れます、はい、大丈夫か、はい、ネットフリックス、フールとか、はい、とかでも見れるそうです、ノイズっていうね、はい、ノイズ、はい、2022年1月28日に公開された映画なんですけど、うんうん、はい、まあメインの三方いらっしゃいまして、はいはい、藤原竜也さんとか神木隆之介さん、はいはい、松山健一さんとか、はいはいはい、有名な方ばっかりが出てる映画なんですけど、そうですね、それ3人とも主役なんですか、うん、そうです、メインの、で、もう予告の感じでお話しさせていただくんですけど、うん、ありがとうございます、あの内容を言っちゃうまずいからね、予告の内容を言っちゃうと、え、それって大丈夫なのって思われそうなんで、ね、うん、先に前振りで言っておきます、うん、まあ、あの人気のない、ね、あの島があるんですよ、小島が、うん、もう過疎化してしまっていて、はいはいはい、人口も少なくて、うん、でそこで黒いちじくを作ろうと、うん、栽培をして、うん、はい、そうだそうだ、でそれで活気を、で島の活気をこうあるしよう、名産みたいな、島おこしみたいなね、それを藤原竜也さんが栽培して頑張るんですけど、うん、そしたらあるその島に怪しい男がやってくるんですよ、うん、で変な男の人がやってきて、うん、変なやつがいるとなって、そしたらまあ変な人で栽培のところにもなんか来るんですよ、栽培ハウスにいたりとか、うん、まあ、ちょっと明らかに危険な、うん、もう犯罪臭がプンプンする方が来て、でそいつとちょっと揉み合いになるんですよ、3人が、そしたら頭打って死んじゃうんですよ、変な人が、でそこからどうするか、ここからこのイチジクをこの、ね、メインとして栽培で盛り上げていく、この島を盛り上げていこうとしているのを、あのそれをこう今殺人事件が起きたらもうその島の治安も悪くなるし、うん、テレビでも取り上げられてるんですよ、うん、このイチジク、ね、この島のイチジクは美味しいですよとか、うん、お昼の番組とかで、うん、特集されてね、そうなんですよ、なので これをどう隠し通すか、うん、島を守るのかどうするかっていうのをこの3人から始まって、その3人のキャラクターで言うとなんか隠さなそうですもんね、なんかでも3人とも、ああまあそう、キャラクター的になんかイメージで勝手に決めると、ね、よし隠してどうにかしちゃおうぜっていう感じじゃなくないですか、そうですね、でも、うん、しかも一番真面目な神木隆之介さんが警官の、うん、新人警官の役なんですけど、はいはいはい、その神木隆之介さんから言い出すんですよ、隠しましょう、うん、真面目な方がもう真面目すぎてみたいな、ね、そうなんです、村を守るために、守るためにみたいなことかもしれないしね、考えすぎてしまって逆に、うん、あいつ悪かったし、そう悪かったし、でも今この村とかこの島の活気をなくしてしまったら、うん、この島はどうなるんだろうとか、うん、っていうのをいろいろ考えすぎて、うん、ちょっと良くない考えの方になってしまって、埋めてイチジクがすごい美味しくなったっていう話じゃないですか、いや、またそれちょっと死体の栄養分で怖い怖い怖いだろ、怖い怖い完全ホラーだよ、美味しいのが出来上がったっていう、すごいドホラーだよそれ、ドホラー、今あなたが食べてるイチジクはもしかしたら、うん、ね、こんな美味しいイチジク初めてだよ、怖い怖い、階段ですよ、もう階段、階段だ、階段だ、違うんですね、はいよかった大丈夫です、違う、はい、食べてないんですね、はい、そういうんじゃないですね、はい、だからそこはね、見てからのお楽しみということでね、ノイズ、はい、ノイズ見てみてください、はい、見てみてください、はいはい、そして私はですね、一時期結構去年かな、話題になってた怪物というね、はい、あの是枝監督の、はい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 、日本の邦画なんですけど、はい、で永山瑛太さんとか、あと田中裕子さん、うん、安藤サクラさんが出演されてる映画でして、はい、とある大きな湖がある郊外の町で、まあ、こう正当防衛の先生と、あとはシングルマザーのお母さんと、うん、で男の子2人がこうあの主人公なんですけど、うん、ちょっとしたそれぞれの認識違いで大変な事件になっていくっていう話なのね、うん、でその怪物っていうのも、まあ、勝手にこう見てて思ったのは、うん、人それぞれのその良かれと思って言ったことだったりとか、良かれと思ってやったことが相手にとっては怪物に感じるであるんだなとか、まあ、人それぞれ認識によって考え方も違いますからね、あとその勘違い、ちょっとした勘違いで
子供の勘違いだってる大人がその子供を守るためにやったことが大きなこう勘違いを招いて、こんなにも人って怖いことが起こるんだなっていうのをこうね、なんかありえそうだから、で実際そういう事件もあるんじゃないかなっていうようなことをちょっと思わせられる映画で、なんかこう何回か見てちょっと考察したいなって、終わり方もちょっとこう謎が残る感じだったので、なんかこう見ていろんな人とあそこどう思うって話をちょっと聞きたいなっても思ったりするような。あ、でも先週ちょうど話してましたよね、うん、その捉え方の違いを姉さんとオムライス屋行ったんですよ。オムライス屋さんで随分ハッピーな場所でそんな話になりますね。オムライス食べながらその話をしてて、うん、ちょっと注意でこうでこうだよって、なんかちょっとそのパワハラとかセクハラとかね、今いろいろあるけど、はい、そのね、ね、上の人がそうなんかちょっと優しく、うん、それ違うから気をつけてねって言ったつもりが、実はすごい向こうはきつく捉えてたりとか、うん、逆に私みたいな人がそれダメだよやめてよって言っても冗談にしか聞こえないとか、うんうん、ちゃんと注意してるのにね、うん、本当に嫌なのに、うん、なんかそういうなんか捉え方の認識というの違いとか、そんな真面目な話をオムライス屋さんにしてます。そうで、そうで逆にそのこう柔らかい雰囲気だから本気で撮ってもらいづらい、はい、本当に嫌なのに怒っても、うん、で逆に私はだいぶ優しく言ってるつもりだけど、だいたい怖く撮られるから、なんかこうえ、じゃあそれダメだよって言ったらもうなんかあ、悪っ、怖悪っ、悪っ、怖いですか、もう今蹴られるかと思いました、本当に怖っ、私が怖い、いつものように怖い怖い、いつものようにやめなさい、足引っ込みましたもん、やめなさい、足蹴られるから、さっき仲良くチョコ食べてないですか、ね、サシャ ね、サシャ食べてたじゃない、ね、そう、だからね、そういうところもね、あるなと思いながら、はい、ちょっとね、皆さんまだの方は、はい、結構ね、話題作なので見てみてください、うん、はい、はい、では本日の2曲目聴いていただきます。まどかで奇跡リインカーネーション、聴いてください、どうぞ。奇跡リインカーネーション聴いていただきました。あ、素晴らしい曲ですね、本当にね春が来たのかと思っちゃいましたね。うん、本当ですか、本当か、ルルルンルン、あ、うん、うん、パラパラパパパ、なんかちょっと違う、なんかちょっとパラパ、ね、素晴らしい、これは本当になんかちょっと違くないか、いや、爽やかでいいですね、本当ひまわり畑で追いかけっこしてる絵が浮かびましたね、なんか、うん、違うひまわり畑で、わあ、待って待ってみたいな、捕まえてごらん、私を、まどかを捕まえてごらん、うん、みたいな、絶対捕まえさせねえぞいや、それ本気で逃げちゃダメですよ、ダッシュで逃げるのやめてよ、絶対捕まるで、ひまわり畑ダッシュで逃げるイメージじゃないから、折れまくりだよ、ボキボキに折れてる、ボキボキだよ
ひまわり畑じゃなくなっちまう。すごい隠れてやろうって思うよね。もうそういうのね。はい、ではね、本日もタロット占いコーナー参りたいと思います。今週の皆さんの運勢見ていきましょう。はい、週間になるでしょうか。最近いいのがそう結構ねいっぱい出てますね。で、先週先々週とゲストさんがね、はい、続いて、はい、ゲストさんたちも結構ねいい結果が出ておりまして、はい、なるほど、そう楽しみですよ ね、 ね、これからね今週ね、はい、今週の皆さんの運勢見ていきましょう、はい、だいぶね暖かくもなってきまして、はい、あ、ホワイトデーが来週、あれ今週、あ、今週、あれ3日後、3日後、そうだ、今週だ、ありますね。あ、じゃあ2日後、あ、違う、3日後どっち、3日後、3日後にありますからね。え、ちょっとね、その時にやっぱね、別にバレンタインもらってないけどホワイトデーで告白するってパターンもあるかもしれないからね、うんうん、するんですか。ででん、あ、出た、スタースターの逆、あ、逆位置だな。どういう反応ですか、しんのすけさん。ホワイトデーに告白するつもりだったぞスターの逆、まだまだね、ちょっと時間かかりますよって、その目標達成するとか、そこにはそのお星様がちょっとねもう少し遠くにある感じなので、まだ願望が叶う時期ではないですよって、もうちょっと頑張りましょうっていうね、慎重に行きましょうと、意味もあるんですけれども。そうですよ皆さん、ちょっと待ってね、ちょっと待って、来年ね、うん、ちょっとね、来年見ていきますよ、うん、細かいね、今年はもう無理、来年だいぶかかりますね、絶対振られるから、だいぶかかりますね、わかんないでしょ、まあ、いやいや、もうスターの逆だから絶対振られるもう絶対無理。ちょっとなんかこう楽しみだったことがこう延期になりがちだったりとか、はい、あとなんかこう目標がこう見えづらくなっちゃったり、未来をこう悲観しちゃう、うん、なんか習慣でも週でもあるので、はい、なんかあんまりこうなんていうのかな、自分の中でネガティブに考えずにいた方がいいんじゃないかなって、なんか失敗しちゃうんじゃないかとちょっと不安になりがちな、でも行動しちゃっていいんですか。でもしない方がいいっちゃいい、うん、そうですね、多分あれなんじゃないですか。例えばそのしんのすけさんがホワイトデーに女の子デートを誘って、うん、しないんだよ、うん、あなたしようと思ったらしないんだ。女の子はきっとお仕事かなんか予定入っちゃってそれが延期になるかもしれない、うんうん、あ、そしたらじゃあ家の前で待ってればいいのね、行って、うん、それは恐ろしいですよ。それは恐ろしい、うん、怖いです、ね、まずないのよ、うん、まず告白がないのよ、はい、じゃあ戻りますよ、はい、そしてまずは実現可能な夢を描いてください。何、はい、俺が誰かと付き合うのが実現可能ってことで、過去はこう全て洗い流して新しいものに目を向けたりとか、ネガティブなものよりこう美しいものとか綺麗なものに目を向けると、いろいろ気持ちもこう運気もねポジティブになっていくので、そう、なんかそういうの見に行くのもいいですし、季節的にもね、お花とか、あと今展覧会もいろんなのやってるので、なんかそういう風なのをこう見に行って、ちょっとねこう心を豊かにしに行くといいかもしれないですね。そう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 、そう、なんかこう潤いをね作ってあげると良さそうです。はい、1週間いい1週間になりますように。はい、はい、さ、ではメッセージ、はい、あ、お願いします。でしょうか。はい、今回のお題は気まずかったエピソード。そう ね、気まずっていうね、ちょっとしたね、うんうん、はい、本日お便りいただいております。はい、はい、ラジオネームジェントルさん、ジェントルさん、はい、ありがとうございます。いたします。まどかお嬢様、ヒカルお嬢様、江崎社長、スタッフの皆さん、こんばんはこんばんは、こんばんは。そして今回のお題のように、はい、少し気まずい X を投稿しているしんのすけ様もうさすがですね、チェックされてますね。さすがですね、ジェントルさんね、チェックをね、だいぶ気まずい感じでしたけどね、はい、うん、早速ですが、我が輩気まずかったのが、20年ほど前、はい、たくさんの女性とお付き合いしている時に体調を崩し入院、もちろんお見舞いに来た女性たちが鉢合わせ、気まずい思いしました、うん、その時に持っていた鍵を女性に取り上げられたことも。え、うん、そういえば、うん、たくさんの鍵といえばしんのすけさん、なんでだよあれ今なんか、ね、誰のエピソードこれ、俺のエピソード、やばい、巻き込んでしまったので怒られそうですな、出ちゃうかな、助けてくれ、これでジェントルさんの話でしょ。ジェントルさんの話です。ジェントルさん、しんのすけさんの話じゃない、ジェントルさんの話ですよねこれね。あれ、鍵、あ、ミッキーマウス、助けてくれミッキーマウス、今回は急いでディズニーランドに退散しますから。どういうことですか、もう、どういうこと、盛りだくさん、盛りだくさん、盛りだくさん、もうしんのすけさん語録が盛りだくさんですね。鍵マジで、あの鍵どこ行ったの俺の誰も鍵くんないもん今。どこやったんですか、そんないっぱい。あれ、何個ぐらいあったんですか、実際何個持ってたんですか。いや鍵本当に8個ぐらいありました。すごっ、8股、
ですね。八股って言い方良くないですけどね、それは。いや、だって八股でしょ。八の人が家に入れてくれる許可をくれたってだっていう。もうそれもすごいですよね。ね、でも皆さん知らないんですよね。何が？他の人が相手が他にもいるっていうのが。知ってます、知ってます。そんな人を傷つけるようなことしないですから、僕は。だから家がないかったんで、しばらく。え、じゃあ他の女性も、しんのすけさんが、うん、他の女性いても私止めてあげるわって感じだったんですか？感じだったんですか？そう、それはそうです。そうですか？そうです、そうじゃないと。今この世の中やばいからね、今そういうのは、本当に。今やばいからね、昔は笑い話だけど、今本当にそんなことな、やってたとしたらよ。それはやってたとしたらよ、やってたとしたらよ、ジェントルさん。でもね、今日変なメッセージ送ってくんじゃねえよ、ジェントルこうなって俺が結構本当のピンチに追い込まれてんじゃねえか今ダメなんだ、今はその鍵とかのやつも、ね、すごい、落ち着きなくなっちゃってずっとパタパタ戸惑って。10年前はね、なんかまだ OK な雰囲気あったじゃないですか、そういう話も。まあそうですね、でこのラジオも長いわけですから、うん、今もうマジダメですからね。ねえ、うん、すごい焦ってる、すごい目泳いでますけど。でも今はしないですよね。今は、昔もしてません。ええなんで急に嘘つく。そ、変なきっかけを与えないでくれよ、頼むから。だってね、今日の X にもね、ね、あ、今日の X のやつはね、あれはそうですよ、別に前にも行ったことあったのに、ね、行ったことある女性の部屋の、行ったことあるのに。やっぱ好きな女性ってやっぱ一緒なんですね、何回コンパ開いても。やっぱ好みの女性と行ったらやっぱ、来たことあるよって言われたんで、どうにか自分をフォローしようとして、ね、大変だ。どこの部屋だか分からなくなったとか。そうですね、どこのディズニーの部屋だか分かんなくて。ディズニーの部屋じゃないんですよ。どの子とディズニー行ったっけな。ディズニー誰とディズニー行ったのか、誰とディズニー行ったかはもう分かんないですよ。それは誰とハニーハント乗ったんだろう。ね、うまいこと言うんじゃないよ。ハニーハントってそういう意味じゃないんだよ、それ。女の子を手に入れるみたいな意味じゃないから、あれ。やめて、怒られますよ、あなた。本当にそんなことやってるとうまいこと。プーさんに、プーさんにかこつけて。怖いなぁ、怖いなぁ。みんな女性がプーさんになっちゃいますよ、そんなこと。どういう意味？みんなプーさんがピグレットになっちゃう。どういう意味？意味がわかんない。意味はもう全くわかんないよ。全然わからない。うん、私にもわからなかったですね。いやいや、もう全部嘘ですからね。これパフォーマンスで今まで言ってましたけど、本当は僕は本当に女の子と付き合ったこともないし、鍵もないし。嘘つきだ。付き合ったことはあるでしょ。嘘つきがある。3回ぐらいね、3回ぐらいあるし、怖い怖い怖い、鍵は、ほんと鍵なんか持ってなかった、今まで。で、どういうことこれ、分かんない。何のチンチンなの、これは。だって固まればいいの、これ。どういうことなんですか。いい流れができた。いいな、これ来月もちょっとこういう感じにしましょうかね。いいんですね、固まれば、これ鳴らされたら、ちょっとね、いいですね。全部嘘でしたから、すいません。いや、怖い怖い、嘘つきがいる。パフォーマンスでやってしまいました、キャラクターで、キャラ作りで。もう何の誤りかは。すごい今何の謝りですよ、これ。何の謝りっていうね、何の謝罪でしょうか。全部嘘をついてすみませんでした、今まで。怖いな、怖いですね。本当はもう真面目な男です。怖いですし、皆さんお気をつけくださいませ。はい、ね、なんかね、怖いね、この人たちね。怖くこの人たち怖いね。え、なんかあります、他気まずかった。気まずかったことあんまないですか。あんま、なんか忘れちゃう、気まずかったことが。確かにそうかもしれない。気まずい、気まずかった。例えばこうやって2人で先に喋ってて、うん、わーって盛り上がって、ちょうどお話が終わるときに誰か入ってきて、あで、入ってきたから黙ってんのかなみたいな雰囲気になっちゃうみたいな。はい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 、たまたまその終わりだったのよ、なんか思うんですけど、うんうんうん、無理やり喋るみたいな。確かにね。あ、それだと、あとよくさ、こうご飯屋さんで2人でこう喋ってて、うん、はい、で店員さんが料理持ってきてくれた時に、うん、そのまま喋るのか、それとも話止めるか、なんかこう迷うみたいな。確かにそうですね。カラオケとかありますよね、歌ってる時にね。あれね、でも、ね、歌い続けてるのと本当は強がってますもんね、心で。あ、入ってきたと思いながら、でもなんか止めるのもあれだから歌っちゃおうって、うん、本当は頭乱されてますもんね、うん、確かにね。店員さん側からすると歌っててくれた方がいい気もしますよね。そうそう、なんかね、気使われちゃうなみたいなね。なんかすごい自分見られてるし、こうお皿を置いてるのもとか、うんうん、だから歌い続けてあげようと思っちゃうしね、うんうん、いいですね、確かにね、うん、日本人らしいですね。あ、そうかもしれないね、そういうのって、うんうん、あと二日目であんま記憶ない時、その友達に会うの、あー気まずい。なんかやってねえかなと思って、うん、すごい気まずい、それすごいわかる、どうもみたいな、うん、で、大丈夫だったって、うん、大丈夫だった言った俺、変なこと、うん、っていうね、なんかしてない、で、なんかこう次の日とかにまた飲もうねとか、こう来てると、あ、
変なことはきっとしていないんでしょう私そうですよ、ね、みたいのはねありますね。ありますあります。だから先輩とかと飲んでて、うん、あんま記憶ない時は、うん、会ってとりあえずすいませんでしたそう、で、何謝るしてない そう、その反応でねで、なんでって言ったらあちょっとだいぶ酔っ払いすぎてみたいな。そうそうそう、で、やお、あれはさって言われたらまたね何したか分かるしそういう ね、 怖いですね。怖さがありますね。もう気まずいより怖いですね、それはね。そう、自分が怖い、はい、はい、ではね、あの皆さんメッセージもありがとうございました。ありがとうございました。はい、では本日の3曲目聴いてください。まどかで100万本のバラ、どうぞ。まどかで100万本のバラ聴いていただきました。はい、ちょっとね、ロックアレンジバージョンでございます。いや、はい、似合ってますね。 ありがとうございます。バラが似合う女性ですもんね。急に、急に怖いぞ。急に怖いぞ。どうしたんだ、さっきの流れからの。いや、バラの褒め殺し。怖いな。かわいい、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 かっこかわいい、かわいい、かわいい、適当すぎだろ。いや、ほんと本当ですよ、本当に。伝わらないぞ。え、忘れた。すごい、普通に動いてました。普通に動いてました。ルール忘れてた。そうだ、これ固まるんですね。来月もやりますからね、私。来月もやりますよ。忘れないようにね、止まってもらわないとね。すごい動いてましたね。全然動いてましたよ。すいません。では、できますよ。はい、本日も久しぶりにお絵かきコーナーでございます。はい、そうですね。はい、でね、こう、うん、私たちの服の色を見ていただいたように、はい、パンダの日ですので、パンダの日なんでね、はい、今日はね、パンダを描いていこうかなと思います。パンダ、パンダ、はい、行きましょう。はい、それでは、はい、いきますよ。3分間、用意、スタート。はい。これ、お絵かきのコーナー、なんで久しぶりか分かってますか？え？なんで久しぶりに感じるか、お絵かきのコーナーが。なんで？実は先月、うん、タイムオーバーでお絵かきのコーナーなくなったんですよ。そうだ声でかい、声でかい、気をつけて、喋りすぎて、うん、まさかのお絵かきのコーナーがまるまるなくなるというね。そうでした。だから久しぶりなんですよ。そうでしたわ。そう、そっか、一回、あ、こんな耳を聞くないな、パンダ失敗したミッキーマウス描くとこでした、今 ね、 ちょっとね、あ、ミッキーマウス来ましたよ。やめてください。お、ちょっと可愛い凝ったパンダにしようかな。耳そんな大きくないよね、パンダね。耳はね、大きくないですね。パンダの輪郭、パンダの輪郭、もうどんなパンダでもいいんですよね。そうですね。うん、パンダの、あれ、パンダってどっちが、パンダってあれ、いや、どっちが黒かどっちが白かってことですか。うん、あれありますよね。それは間違えたら大変ですよ。あれ、あの、あ、手足が分かんなくなりますよね。手足ね、
あー、なるほどなるほどなるほど。手足がそういうパンダなんか違うな、これ。うわ、マジかよ。手と足、あ、どっちが白黒だったっけってな。尻尾が白なのか黒なのかとかね。あー、なるほどね。尻尾も描く。怖い。いや、でも絶対その目怖い怖い。ヒカルちゃんの話はちょっとレベルが高すぎるよ。多分そうですか。尻尾がとか、絶対まどかさん尻尾とか描く角度で描かないから。私も尻尾描けないな。尻尾なんか描かないですよね。あれ、待って、すごい怖い。あ、かわいいぞ。あ、残り1分でございます。え、あれ、ん、顔は白。なんかもう持たせようかな。あれ、パンダってどうやって描くの。あれ、え、ちょっと待ってください。確かにね、なんかどっかは黒ですよね。そうですよ、うん、白黒で。だいぶ余裕があるぞ。あれ、ひげはないよね、パンダね。あ、なんか姉さんやばい。でもあれですよ、姉さんのやばいこれ。あれ、ね、猫グマって書くんですよね。あれ、猫グマでしたっけ。うん、だからひげあるかもしれないですね、もしかしたら。ひげ、うん、あれ、体、体。さあ、いや、残り15秒。あれ、え、ちょっと、あ、どうですか。うまくはないけど、勝てるは勝てるな。耳は、耳はありますよ。耳黒いよね。やばいぞこれ、やばいぞ。あれ、これはそれぞれなんじゃないですか。パンダによるんじゃない。いや、嘘でしょ。嘘。何、どういうこと。ええ、勝てるしょ。二人ともパンダじゃないですって。いや、パンダです。じゃあもうちょっと今日は違う音を出しましょう。じゃあヒカルさんの方から。はい。あー、かわいい。なるほどね。そうだ。え、ここら辺黒くなかった。パンダって上の方、背中 ね。あ、背中確かに。あれ、でも前は白いよね。前身は白いですよね。お腹は白いよね。腕にかけて。そうだ、ね、そうだ。そうか、腕にかけてか。そうですよ。あ、これはなんか見本見ないで見るともっと分かんなくなるね。これやばいぞ。こんなにパンダ。じゃあどっちから行く。私、しんのすけさん。しんのすけさん、しんのすけさん。そうですね、はい、行きます。え、怖っ。いやいや、でもなんか、え、体とか見て。怖っ。なんか、大丈夫ですか。大丈夫でしょ。病気、めちゃくちゃで、花粉症じゃないのよ。花粉症、花粉症で目描きすぎて目荒れた。荒れた。パンダですか。パンダって目の周り黒いですよ。いや、可愛くないな。パンダって目の周り黒いですよ。これ、な、あ、な、何持ってるんですか。ささ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 でしょ、パンダといえば。怖っ。座ってるんです。あの、パンダって座ってるじゃん、大体。あ、いつも毎回思うんですけど、うん、なんでしんのすけさんのこのイラストっていやらしいなんか顔した。なんでやらしいんだよ。なんか目がやらしい。そう、なんかやらしい、なんかやましいこと考えてる感じの目がね、やらしい。あ、この子がね、なんかそうなの。しんのすけさんの絵いつもやらしい感じで、本人のその心根が出ちゃうんじゃないかな。これはね、これを気づいてほしいんですよ。パンダって、はい、よく見ると目、クマですから。あ、そうですね。あ、そう、確かに結構鋭い目してますからね。そこを表現してます。いや、でもこれやらしいタヌキですよ。怖い怖い怖い。やらしいタヌキ。やらタヌキ。やらしいタヌキですよ。やらタヌキですよ。やらタヌキってやらタヌキなんてワードないでしょ。もうやらタヌキって書いといた方がいいよね。パンダじゃないね。そうですよ。いや、はい、出ますから、今から本物の画伯が来ますから。結構やばいですよ。やばいよ、それは。わかります、大体。はい、なんかペロンお願いします、ペロン。いきます。こっちでいいか。わかんなくなっちゃう。少な、線の本数。一筆書き、一筆書きのパンダこれ。一筆書きのパンダ。なんかもうわかんなくなっちゃった。何これ。なんかどういう体のこの左右のこの体が違うの。いや、もうなんでこれ左肩あるの。わかんなくて焦ったらこうなっちゃったんですね。これはタヌキよ。これタヌキ。ほくろみたいなの尻尾ですか。これなんですか。尻尾。これはお尻にあるほくろみたいな感じになっちゃって。絶対ヒカルちゃんがさ、尻尾がって言ってからさ、無理やりつけたじゃん、あの尻尾。後付けの尻尾みたいな。もうほんとね、ひどいね。ほんとダメなんですよ。耳黒くしたらどうなんだろうね。いや、もう可愛くなる。タヌキでしょ、これは。
しんのすさんでもしんのすけさんのこのいやらしい顔よりはマシですよね。なんか姉さんのはあのアライグマな感じが、そうそうそう、愛嬌があってね、アライグマで、しんのすけさんのはやらしいタヌキですよ、うん、やらしやらたぬきですよ、やらたぬき、どっちがタヌキかってことですよ。いや違う、いやいや、もうお題じゃない、お題が、お題がもうお題パンダですか、お題はパンダ、これはタヌキ、これポンタカードだもん、もうポンタカードねえ、ポンタカードってこれ楽天カードでしょ、これ楽天カード、あー楽天カード、楽天カードのポンタカードもんね、これは全然違いますよ、こんなやらたぬきよりはね、そうですよ、やらたぬき全然マシですよ、いや勝ちましたね、これは、いや違う、しい顔してるわ、違うと思うけどな、なんか足の長さも嫌だもんね、このたぬきの、ね、な、どういう、足ないからね、これ手、足ないから、もうこけしだからね、これこけしじゃないですよ、こなんか間に合わなかったの、そうっす、間に合わなかった、いや、一本の線に何分かけてるんですか、この本数、いや、もう考えてたんですよ、思い出してたんです、そう、余計なこと、余計なこう雑念を取り除いたらこうなったんですよ、雑念加えた方がいいですよねなんか、こう、ヒカルちゃんからアドバイスないの、これ、これを足したら添削とかできないの、確かにね、でも耳黒くしたりとか、うん、耳黒くして、うん、耳黒くして、黒くしてみる、はい、ちょっとしてみましょうか、耳を黒くして、お、あ、ちょっとだいぶパンダになった、あとはそれだけですごい簡単な手の描き方あるんですよ、うん、なになに、手をクイックイって手を、あ、うん、それはね、たまにやるんだよ合ってた、指示した感じで合ってます、で、その手をちょっと黒く塗るとか、うん、あ、手を黒く塗って、おお、で、したら、うん、なんか、なんかもう、あの、ごめんなさい、また、ね、去年のこと繰り返すんですけど、はいはい、姉さんの描いたその手の形が、ちょっと寄り目のパクスで、なんで、多分もう手をもうちょっと長くすればいいのかな、あー、そうね、大きくすればいいのか、あ、大きい方がいいね、もうちょい、あ、そうですね、うん、そしたら、あ、そしたらもうパンダっぽさは、ちょっとパンダ、あーあー、ちょっとパンダ、だいぶパンダになりましたね、だいぶパンダになりましたね、あー、俺だ、だいぶパンダ、相当おまけしてね、相当おまけしてパンダね、そうですよ、だいぶパンダ、じゃあやっぱ、ね、習ってた方が向上するから、毎回ちょっと添削はいいかもしれないですね、そうだね、添削してもらうといいかもしれない、こうするといいですね、次からもう手かけるわけですから、そうですね、うん、ちょっと添削を次回からしていただいて、成長しないもんね、それじゃないとやっぱもうね、うん、延々とこのもう一時期上手くなってたんだけど、一時期ちょっとね、ちょっと上手になってた時期もある、はい、でもなんかジャンルによる書くもののなんかは大丈夫なんだけど、まどかさん得意なやつでいいですよね、だから今度別にお題得意、でももう何が どうするんですか、得意って言って、うん、またなんか線が少ないよとか言われたらでももう何が線が少ないのよ、本当に線少ないですね、何が得意かをもう分かってないですからね、うん、まずね、なんかそのリアルなリンゴとかが得意とか、まあ、キャラクターが得意とかもないんですか、いやなんだろう、全部不得意、何が得意かって言われると分かんないですね、うまくいったことあるんですか、この絵のイラスト、あ、でも天見え様は上手でしたよ、ああの目が寄りがちなんで私描くの、うん、はい、天見え様って目寄り目じゃないですか、あのキャラクター、なんか横向いてて、だからそれは描きやすいですね、じゃあ寄り目のキャラクターにしましょう、寄り目いいかもしれないですね、そう、チータンとかね、あーあ、チータンとかうまく描けそうチータンって何、チータンっていうねキャラクター、今度あの検索してみてください、ショベアプロセーフもうね、時間、そう、チータン、はい、もう時間もね、あれなんでね、はい、はい、じゃあね、お絵かきコーナーでございました、はい、はい、しんのすけさんはチータンを調べます、はい、はい、はい、そしてじゃあね、告知コーナー参りましょう、はい、はい、じゃあひかるさんのポコチャから、はい、ポコチャ出ますか、出ますでしょうか、はい、はい、私ね、ポコちゃん、最近は夕方も配信してたり、あ、そうなの、夕方配信もするときと朝も実は配信してるときありまして、ゲリラ多めって書いてあるもんね、そうですね、ゲリラ、はい、よかったら今日も、今日はですね、アイテムなしの普通に歌枠を配信しますので、よかったら遊びに来てください、 TikTok 出ますか、はい、はい、あとちょっとでですね、6万9000人になるのかな、もう7万人になるね、あとちょっとなので、まだフォローしない方はぜひ見に来てください、よろしくお願いいたします、はい、そして私のインスタグラムかな、はい、こちら出ますね、はい、今回
いろいろなんかこうちょっとお花とかグラスとかなんかいろいろアップしつつ、はい、おしゃれがいっぱい載ってますから、はい、ます、うん、はい、ありがとうございます。最近ねちょっとたまにお花を買ったりしてるのでなんかそういうのお家での家にあるんですか？お花、そうです。この間ちょっとあの変わったお花屋さんに行って、はい、珍しいの買いたいなと思って、はいはい、そしたらさっきのあの綺麗な大輪の花ダリアなんですけど、はいはい、秋田県出身でナマハゲっていう名前がついてます。そうというね感じでもう終わってしまうので、はい、またしんのすけさん来月お会いしましょう。はい、ありがとうございます。ちょっとねしんのすけさんの X も確認してください。はい、チェックしてください。また来週もお会いしましょう。バイバーイ。